ナショナルエアラインズ、またはナショナルエアカーゴとはフロリダ州オーランドに拠点を置くアメリカの航空会社である。設立当時はマーリーエアという名称だった。主に貨物チャーター便や旅客チャーター便を飛ばしている。2012年12月16日にはハブ空港であるオーランドサンフォード国際空港からの定期便を運航し始めた。 マーリーエアは1985年に設立し、1986年6月に運行を開始。はじめは三菱 MU-2 を貨物機として運用していた。2005年4月、マーリーエアが新たに取得した証明書に基づいて、マーリーエアとその姉妹会社であるマーリーアビエーションが合併。2008年12月、マーリーエアがナショナルエアラインズに名称を変更し、 ナショナルエアカーゴグループ社の参加で運行し始めた。ナショナルエアラインズがかつて運行していた定期便はハブ空港であるオーランド・サンフォード国際空港からコーコモー市民空港、シカゴ・ロックフォード国際空港、ケープ・メイコ空港、トロント・ピアソン国際空港へ就航していた。この定期便ではサーブ340や BAE Z ストリーム31が運用されていた。 アビアスタル TU からリースされていたツマイナス204貨物便では DC-8 から 63CF を2機、DC-8 から71回を1機運用していた。その後 DC-8 から 63CF のうち1機が退役し DC-8 から71回が1機導入された。2009年4月、ミシガン州イプシランティから バグラム空軍基地への貨物便の運航を開始。同年8月にはカンダハール国際空港へも就航し始めた。2010年の夏頃には3機のボーイング747から400バイト CF を購入。これらの747型機はもともとエアートランタ、アイスランディックが所有していたものだった。2011年5月。 ナショナルエアラインズはボーイング757から200を借り、ドバイ発の旅客機として運用し始めた。その後、2013年には2機目のボーイング757から200を導入し、ドバイでのチャーター機として運用していた。2015年9月、ナショナルエアラインズは、オーランド・サンフォード国際空港からボーイング757型機を定期便として運用すると発表した。 主な就航地は、セント・ジョンズ国際空港、ウィンザー国際空港、バンクーバー国際空港、ルイスムニオスマリン国際空港である。ナショナルエアカーゴ社の本部は、ニューヨークのオーチャードパークにあり、ナショナルエアラインズの本社は、フロリダ州のオーランドにある。ナショナルエアラインズのハブ空港は、ミシガン州イプシランティ近くのウィローラン空港である。会社がその空港をハブ空港としたときには、 79名の従業員がいた。ナショナルエアラインズでスーパー70として運用されていた DC-82013 年に1月9日、オーランドでは105件、ミシガン州では26件を超えるオファーが来ており、従業員79名のうち49名は転勤する予定があった。そのため、航空会社は従業員を通常のオフィススペースではなく、 クラス A のオフィススペースへ移動させたいと考えていた。その他、航空会社の拠点も移動させたいと考えており、会社の人事担当責任者のギャレット・マーチャー主使によると、もともとはミシガン州のアナーバーを検討しており、ミシガン経済開発者とも話し合ったという。しかし、会社のオーナー2名がフロリダ州から来ているというメトロオーランド経済、 開発委員会の副社長の意見から拠点はフロリダ州オーランドとなった。航空会社の貨物輸送部門と旅客部門は軍事空輸業務に関する契約を結んでおり、102便墜落事故の後、ニュージーランド国防軍は空輸業務の契約については無期限に延長すると発表した。ナショナルエアラインズの旅客機である。 B757 から2 0二2 0 1 6年7月時点での保有機材は以下の通りである。バグラム空軍基地近郊に墜落したナショナルエアラインズのボーイング747から428バイト CF2013 年4月29日、現地時間午後3時30分頃ナショナルエアラインズ102便がバグラム空軍基地を離陸後すぐに墜落し、乗員7名全員が死亡した。 に崩れした貨物が横滑りし、第1、第2系統の油圧と油圧ジャッキを破壊したことによる失速が主な事故原因だった。2016年10月29日、セントジョンズ空港局は、ナショナルエアラインズの保有機材のうち、旅客機として運用されているボーイング757型、機1機を摘発し、運航中におけるサービスの未払いを主張した。そして、 航空会社は2017年1月6日にニューファンドランドラブラドール周囲の運航を中止し、10月からサービス終了まで予定されていた多くの航空便をキャンセルすると発表した。ありがとうございます。